処刑人か。チェックメイト。キラーイズデッド。モンド、ゆっくり目を開けるんだ。仕事の時間だ。獲物が待っている。少し待ってくれませんか。今立て込んでいるので。時間だ、モンド。ごめん、続きはこの後にしよう。仕事を終えてから。もう無理。すぐだって、すぐに終わる仕事だ。終わったら部屋に。モンド。いいわ、だったら許す。ミカ、ワインをこぼせ。先輩、何ですか。ワインを標的にこぼせ。あくまで自然に。ラッチャー。モンド、急ぐな。こっちは急いでいます。一刻を争うのです。こぼしました。標的は動いたか。はい、上出来だ。標的接近、あとは任せてください。
見事だな。新入りが。先輩、あなたバカ。こいつスーツにワインをこぼしやがった。私はあなたの後継者です。そうか。じゃあ俺はしくじったのかな。念入りに忠実に職務を全うしてきたつもりだ。違うか、ブライアン。所長はここにはいません。テーブルでお待ちです。あなたと話がしたいと。そうか。ならよかったよ。頑張れよ、新入り。君もいつか同じ運命をたどるかもしれない。この仕事は闇と向き合うことだ。闇に包まれない光を探しなさい。ありがとうございます。先人の言葉忘れません。一杯どうだい、ブライアン。俺は間違ったのか。ええ、国家に背くのは悪だ。少なくとも俺はそう信じてきた。お前は闇を飲み込んだのか。食ってやったさ、全部な。俺は闇に魅了されてしまった。美しくも不死だらない闇ように。誰しもその危険性はある。いいさ。しかしあの新入りは危うい。だからお前が導いてやれよ。そのつもりだ。処刑人に乾杯。乾杯。いいはいいんだ。1950年、ブルゴーニュ。ブライアン、俺の人生は正しかったのか。こら、人生は全て正しい。言葉に身を捧げよう。殺戮者は死んだ。さあ、殺しの時間だ。今日からか。大木の実か、出勤だ。はい。すぐに着替えるんだ。事務所に行くぞ。え、合格したんですか。ああ、俺だけな。あたちはもちろん落ちた。やっぱダメか。
落ちるなら一人でやってくれ。こっちはこれから仕事だ。次頑張ればいい。俺が助手で雇ってやる。本当ですか？だから一刻も早く準備だ。急げ。頑張ります。おはようございます、モンドです。今日からお世話になります。助手のミカです。先輩の助手でお世話になります。新人さん、悪いんだけど、そういうのはいいからさ、早速仕事よ。聞いてちょうだい。いい？我々は国家防衛戦の最前線にいるの。全ての国民の血税によって生かされている。だからこそ1分1秒も無駄にはできない。全ての心血を国家国民のために使うの。いい？分かったかしら？大体理解できました。理解できました。で、依頼人は？ OK、 もうすぐ来るはずよ。もう来ております。画家のロバートです。要約すると、隣に化け物が住んでいると。化け物？ここ何日かご近所で相次いでいる子供たちの失踪事件が、この化け物の仕業だと考えているんですね。あくまで僕の憶測ですが。ん？憶測の真相にこそ真実が隠れています。むしろ憶測でしか観測できない化け物がこの世界に隠れて。所長、落ち着いて。少々を取り乱したかな。それだけじゃありません。毎晩子供たちの悲鳴が聞こえてきて、毎朝窓ガラスに血しぶきがかかっていれば、お隣さんが悪魔にでもなっているのは確実でしょうな。ご依頼人自らスケッチしたという絵ですわ。本物に間違いありません。モンド職員、いいかしら？はい、完璧に覚えました。では早速仕事に取り掛からせていただきたいと思いますが、我が事務所で引き受けられるのは処刑のみです。問題ありませんか？処刑？ええ、化け物ですから。化け物なんですよ。はい、化け物なんで。化け物殺します。よろしいでしょうか？はい。では処刑代金としまして1万ドルいただきます。え、国が全額負担してくれるんじゃないんですか？処刑は血税で賄われますが、死体処理に経費が別途かかります。ビビアン、経費は後で清算すればいいじゃないか。またですか、所長。初陣にふさわしい相手じゃないか。なあ、モンド。一週間後に当事務所にお越しください。仕事の報告をさせていただきます。こちらにサインを。無論、一週間お待たせすることはありません。よろしくお願いします。やけに静かね。悲鳴も聞こえない。閑静な住宅街ですね。でも確かに臭いわね。刺激臭。これは腐臭ですね。二人で大丈夫？大丈夫です。です。やばくなったらいつでも呼びなさい。速攻でヘルプするからね。ありがとうございます。
依頼はキラーイズデッド。男の人、助けてください。君は？姉を助けてください。姉は壊れてしまいました。お姉さんの名前は？アリス。お姉さんはどこに？どうかアリスを助けてください。アリスはどこにいるんだい？アリスは怖い男の人に騙された。だから怖いんです。信用してほしい。僕の名前はモンド。君の名前は？アリサです。ミカ、お前どっから入ったんだ？先輩、あのこのランプとっても不思議なのだ。消しても消してもまたつくのです。質問の答えになってないな。遊んでないで仕事だ。アイアイさん。あなたがこの家の住人ですか？他に誰かいるの？ええ、妹のアリサさんに会いました。アリサ、あの子まださまよっているのね。お姉さんを心配していましたよ。嘘よ。そう、嘘ですね。この家にはあなたの匂いが染みついている。あなた一色だ。僕はもうあなたに会っている。モンドさん、ありがとう。ここまで来てくれた男の人は最初で最後ね。あなたの痛みは僕が全て受けます。さあ自由になってください。ええ。痛い。アリス、大丈夫ですか？どこが痛みますか？背中が痛いんです。いつからですか？1年前、月旅行に行きました。帰ってきてからずっと痛いんです。月？月で誰かに会いましたか？はい。誰に会いましたか？怖い男の人。名前は？彼の名前は？思い出した。デイビッド。痛みが消えた。デイビッドに会いたい。
作業完了しました。ご苦労さん。初陣にしちゃ上出来だ。こちらがご依頼の品になります。ありがとうございます。アリス、やっと会えたね。やっぱり君だったんだね。あの、お知り合いだったのでしょうか。ええ、僕を殺した女です。月の話に騙されてはいけません。彼女は生まれつきの殺人鬼です。これで僕の復讐は終わりました。ありがとうございます。消えた。消えた。笑える。所長、どうするのよ。国に追加請求しておくか。話しなさい。何者だ。純血の吸血鬼の血を捨てただで済むと思わないことに思い知りなさい。雑誌純血が何だって。あなた、当事務所はどのようなお客様でも歓迎しますが、お客様の場合、病院へ行くのが先では。必要ないわ。1週間もすれば元に戻ります。この男を処刑してください。かしこまりました。あの一つ聞いてもいいですか。どうしてそのような状態で生きていられるのですか。吸血鬼は手の指一本になっても条件さえ満たせば再生する能力があると言われています。そう、私は吸血鬼。人と共存する種族。その男も同じ吸血鬼でしょうか。いいえ、この男は違った。純血の吸血鬼に血を吸ったら普通は助からないの。存在してはいけないもの。吸血鬼より凶悪な雑種。どうだモンド、いけるか。もちろんです。この左腕と吸血対決です。ゴシックだな。
ミカは裏に回れ、二手に分かれて作業だ。レッチャー相手は何百年も生きた吸血鬼よ。何が起こるか分からないわ。気をつけて。依頼はキラーイズデッド。ご主人様、ご無沙汰しています。こちらで仕事だと聞き待っておりました。知り合い、ユニコーン。お忘れでしょう、ご主人様。相葉のタケルです。タケル、ごめん、全然思い出せない。ご主人様、あの時に記憶を失ったのです。お辛かったでしょう。あの時ご主人様、無理に思い出すと危険です。乗ってください。渡してないと城にはたどり着けません。なぜならここは迷いの森だから。迷いの森。すまないが、ミカという子を探してくれないか。多分迷子になっている。かしこまりました。どちら様かな。ご招待した覚えはございませんが。安心してください、ダフ屋から買ったわけじゃない。ベティから招待状が届いたんですよ。貴殿の首を持ち帰るよう依頼を受けました。下品な客人だ。よかった、ご理解いただいたようだ。私はね、邪魔をされるのが一番嫌いなんだよ。一つ聞きたいのですが、なぜ吸血鬼を狙うのですか。これ以上私の邪魔をするな。では首をいただきます。腐れ米国人だ、威勢だけは認めてやる。来いよ。
その言葉忘れません。2週間だけ。ご苦労様、モンド。お怪我は治られたのですか。予想通りお美しい。さすがね。私が見込んだだけのことはある。どういうことか説明してもらいましょう。人の血よりワインを好むなんてナンセンスだと思わない？あなたの好みをお聞かせ願えますか。まだわからないかしら。好奇心には限度がない。より濃い血、より強い血を求める。私の血はあなたを満足させられますか。試してみる。お願いします。この刀をこれ以上使わせないでください。あなたの美しさの前では私の刀は汚れすぎている。あなたには負けた。では私の好奇心満たしていただけますか。これがあなたへの報酬というわけ。あれ、先輩は？それではモンドは依頼人と一緒に消えたっていうのか。結局費用の精算もできず骨折り損ってやつよ。しかしモンド結構やりうるの。所長、正直それじゃ納得いかないんだ。あのお城からこれをいただいてきちゃいました。これは都会ワインの1600年もの。これは伝説仕様のものじゃなかったのか。こういうでしょ、最高のワインを飲みたかったら遠へって。そのワイン美味しいですか。もちろん最高よ。君にはまだ早いがな。では私も早速。ミカ、君は何をしてるんだ。こんなワイン、クソまずいから。ワインフロートにしてやろう。ちょっとミカ、やめてよ。伝説のようなものなんだ。やめんか、これは。突然現れた者たちは全てを奪い去り、私の体だけをこの世に残した。私たちは過去の統治者であり支配者であった。この世界を浄化することは簡単だが、それは望んでいなかった。
この星の美しさが好きだった。月から見える地球は私たちの命だった。全てを奪った密漁者を私は許さない。私の名前はムーンリバー。今でもあっという間ね。内臓が潰れるかと思いました。それは大変ね。私は遠慮して正解だったわ。私は行きたかった。ねえモンド、月の裏側は初めて？ええ、でもどこか懐かしい感じがする。一人で無理しないで。必要であれば月でもどこでもヘルプに行くわ。大丈夫です。目玉焼きが半熟のうちに帰ります。デイビッドか。ここで何をしている？へえ、何をって？見りゃわかるだろう。絶対的な力を手に入れようとしている。どうだこの格好は。支配者のそれに見えないか？そんな薄着で世界を征服するつもりか。下着の CM かと思ったぜ。お前面白いな。一緒に仕事しねえか。仕事？ああ、王様になって地球を支配しよう。悪くないな。だが断る。世界征服ゲームなんて今時流行らない。
そもそもそんなテーマにしたらこのゲームのプレイヤーから苦情が来るだろう。アクションゲームだろこれ。戦うしかないってことか。そりゃもちろんこのゲームのためにもな。俺を処刑することがどういう罪なのか分かっている。知るか。さあ目を開けろ泥棒。戦いの時間だ。お前は何も分かってない。何？俺は気が短いんだ。そうだったな。お前は半熟卵しか食べたことがない。どうして知ってる？この目はな、何でも見通せるんだぜモンド。お前の過去も未来も全て世界が見える。依頼はキラーイズデッド。必要だ。血をもっと貯めろ。血。左腕がうずくだろう。デビッド！ムーンリバー様、我が事務所始まって以来の失態です。どう申し上げればよろしいか。僕の力不足です。何とお詫びしてよいのか言葉が見つかりません。モンドさん、私は待ちます。いつまでも。でも帰るところがないのです。月はあの男の手に。では僕のところに。あたっちがいるのに。先輩。ありがとうございます。
これは俺の記憶。ママ、これ半熟じゃないよ。いましたね。気を悪くしたらすまない。君と知り合ったのはいつだっけ？私の記憶ではついこの前だと。子供の頃どこに住んでいた？ずっと月の裏側。そうだよな。どうかされたんですか？夢の女王にいたずらされた。
ミス・ジュビリー、あなたの才能は世界が嫉妬する。ここに閉じ込めましょう。このヘッドホンをお使いなさい。ミス・ジュビリー、あなたの奏でる音で人々は感情をむき出すでしょう。優しい気持ち、嬉しい気持ち、憎しみの気持ち、殺意の気持ち、人々は感情豊かに殺し合うことでしょう。所長のブライアンです。ここに来たら何の問題もありません。遠慮なく。なるほど、音楽家にとっての命を奪ったわけですね。この男も音楽家、悪い男だ。取り戻してきます。大佐さん、お約束いたします。それではこの書類に目を通してサインをお願いします。着いたわ。音楽家はあそこのてっぺんに。何かあったら無線で連絡するから、あとはよろしく。わかりました、任せてください。いい返事ね。依頼人が美人だからかしら。いいえ。仕事です。で大量生産ラインに乗せた後、この大音量装置となっているタワーから一気に世界にご機嫌なサウンドを射出するのです。悪いな、聞こえなかったんでもう一回頼む。お前の壮大な計画とやらの話を。悪意が蔓延してこの世界を浄化するんですよ。とにかく彼女の大事な耳を返してもらおうか。返せとは品がない。そんな顔して品も何もないでしょ。おかしいな、こっちはもう少しいい男だな。何も分かっていないのですね、あなたは。もはや私には肉体は必要ない。ミス・ジュビリーからいただいたこの耳さえあれば。人の耳です。その理屈はおかしい。この世界を浄化するには好都合の耳なのです。まあいいですかね。処刑させてもらいます。こちらも仕事できてますか。話が噛み合いませんね。膝を突き合わせて議論しても無理なら激突しましょうか。賛成です。では元の姿に戻りましょう。
だから聞こえないって。任務完了です。こちらにサインをお願いします。あなたの耳は世界の誰もが羨む。大切にしてください。主人はもはやこの世のものではありません。お分かりですか。命よりも大事なものを奪われるという気持ちが。でもこれで費用は。殺してはくれぬか。呼んだ。なあ、くったくった。依頼だ。依頼人は？もう帰った。経費の請求先、ちゃんと確認できてるんでしょうね。依頼内容は何ですか？京都に虎が出た。虎？ワイヤーズですか？だろうな。ワイヤーズって何ですか？何ですか？知らなかったのか。君が今まで倒してきた雑魚キャラだよ。あの雑魚キャラにも名前があったんですね。命なき月の住人、ワイヤーズ。処刑対象は日本のヤクザだ。
浜田山組長の首を取ってこい。いいんですね。仕事だ。わかりました。確実に処刑します。じゃあ、いつも通りに。ラッチャー。そういえば、なんで二人は一緒に住んでいるの？行き倒れてたところを拾って飯を食わせてやったんです。そしたら半熟卵を作るのがうまかったので居候をさせてやってます。あの子のこと未だにつかめないわ。僕もです。依頼はキラーイズです。あなたの首をいただきに来た。あいつが来るんじゃなかったのか。怖くないのか。恐怖は月に預けた。月か。時は来た。しい奴かどうかを。虎と競争よ。なるほど、奴が送り込んでくるだけのことはあるな。そろそろ決着を。あなたの死に場所にふさわしい。お主、血の匂いがする。本当はただ美女と遊んでいる方がいい。
処刑人は望んだわけではないと。ある朝夢から目を覚ますと腕が機械になっていた。それだけだ。毒虫にならなくてよかったな。男の死に様、心に焼き付けました。
パーフェクトなのに失敗するなんて珍しいね。考え事でもしてた？いや、僕は公務員の方が似合ってるよ。血を汚すの？僕が出るよ、母さん。デイビッド、こっちへ来い。食事中だ、帰ってくれ。残念だ。母さん、
んてこった。大丈夫か君。君。痛い？あの男、デイビッドか？先輩！早く食べに来ないと、半熟卵が半熟じゃなくなっちゃうのだ！ああ、今行く。というわけで、突然実験機器が暴走し、同僚の研究者が巨人化してしまったのです。そしてエリア内は大量のワイヤーズに占拠されてしまった。なるほど。国はスキャンダルを恐れて対策を取れない。そこで私たちに処理を頼もうと。ちょっと待って。巨人が何だって？地球が盗まれた？どういうこと？地球の危機ですね。いいでしょう。この世は不思議で満ちています。あえて私たちは深く追求はしません。依頼が何であろうとしっかりこなします。巨人を処刑して地球を取り戻すのだ。まあいいわ。国からたんまりとお金を踏んだくってやりましょう。ビビアン、ちょっと。エリア151は国家機密の研究が行われている場所よ。宇宙人を捕らえているとも言われているわ。相手が巨人でも宇宙人でも仕事を遂行するのみですよ。巨人でも宇宙人でもかかってこいや。とはいうものの、巨人が見えないわね。あの大きさなら壁の向こうに見えるはずなのに。我々に恐れをなして逃げたのだ。これ巨人のいびき。
ね。敷地内のどこかに寝転んでるんでしょうか。どうしてもあの巨体で姿が見えないのは不思議ですね。涼しい地下で寝てるみたい。寝首をかくしかないわね。そうですね。寝起きが悪いのだけはやめてほしいですが、ミカ、いつも通り。怪獣映画ね。イタリア製の B 級怪獣映画なら楽だったんですが。趣味ですね。どうやらそこではワイヤーズを大量に培養していたみたいね。これで我々に依頼が来た本当の意味が分かったわ。それと巨人の姿はまだ見えない。レーダーによると多分僕の見間違いでなければ目の前に。どうやら疲れて寝ているようですね。まるで子供ね。何か情報は？弱点は目よ。目を狙って。ラジャ、終業のサイレンよ。まったくこんな時に巨人が起きてしまうわ。これは残業手当ですよ。なるほど、これですか。これが
盗まれた。なんだ？先輩！先輩！わかっています。もしもの時は私。大丈夫です。処刑完了しました。了解。つまりこれが報酬っていうか、これじゃただも当然よ。社長、任務は。ご苦労。早速だが次の任務だ。依頼人はロシアの国防省、シベリアの暴走機関車が標的だ。モスクワが危ない。え、今ロシアって言った？急げ、時間がない。私は先に向かっている。ロシアってどこ？ここから遠い？ねえねえねえ先輩、モスクワって何？海かも行くのだ。ねえ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 、シベリア？20世紀に大活躍した蒸気機関車、今では数台を残すのみです。トミーという愛称で市民に愛されたこの機関車、かつては西へ東へと大忙しでしたが、10年前にその役目を終えるとともにロシアの鉄道博物館に収蔵されました。いつしか片隅に追いやられ、いよいよ明日お別れの解体式が催される予定です。トミー、かわいそうなトミー。どうだ、力がみなぎってきただ。さあ復讐の時間だ。見よう、あれが標的だ。あなたが率先して出てきたということはそういうことね。分かったわ、今回は任せる。どういうこと？機関車は男の憧れだ。あの機械的で力強い姿、女子供には任せてられんなあ、モンド。はい、
感謝は男のロマンです。中に突入されたら大惨事ですよ。中から叩くしかない。いけるか、アーモンド。無賃乗車ですか。今回は仕方ありませんね。先輩、大丈夫、ロマンが味方してくれる。無事に終わったらピロシキパーティーだ。ピロシキ、温かいボルシチでお願いします。俺が先にモスクワへ行ってる。あとは頼んだぞ。いやいや、キラーを譲って。戦闘車両です。土地はモスクワから50キロの地点だ。ポイントを切り替えてモスクワから進路をそらそうとしているんだが、かぶりついて動かんのだ。所長、もしかして手で動かそうとしていますか。いや、手も凍りついちまった。早くウォッカで温まりたいね。では諦めてバイクにロープを引っ掛けてみてはどうですか。今やるところだっち。なんの距離つけ。私を倒しに来たのか。そうです。お前にそんな権利があるのか。正直、あなたを壊すのは心苦しい。機関車はロマンだから。でもこれも仕事なんですよ。仕事？そう、それはわしの誇りだった。だが、奴らはそれを奪い取ったのだ。わしの心臓を手づかみでもぎ取ったのだ。
私の復讐だ。お前に止められるか、やってみるがいい。切り捨てるのみ。時の流れとは残酷なものだ。ところで、君をこういう姿にしたのは誰だ？急ぐことはない。時はすぐに訪れる。何のことだ？見た瞬間に分かったよ。お前はこっち側だとな。いえ、そいつは誰だ？俺と何の関係がある？知らないのか。それはな、部分を超合金に改造してやったぜ。バリバリだろ。改造に今回の報酬全部使っちゃったのよ。ほんと信じられない。機械は男のロマンだぜ。ねえ。ロマンです。処刑しなさい。
どうしたの？なんでもないです。でもあなたが叫んで目覚めるの、今夜で1週間連続よ。はい。というわけで、悪夢を処刑してほしいのです。処刑対象が夢だなんて、雲をつかむような話よ。しかし君、可愛い顔して私を殺そうとするとはね。違います。そんなことした記憶はないです。僕あたち寝てましたし、それにやったのはあの女です。あの黒いおぞましい女。そいつの特徴を教えてくれないか。所長、その女、僕の悪夢にも出てきます。全く知らない女です。絶対そいつのせいなのだ。処刑するのだ。しかし夢か。所長、まさか。我がブライアン処刑事務所に不可能はないのだよ。エリア151で極秘開発された特別な睡眠薬だ。それはまだ試験中のものです。人体にどういう影響を及ぼすか。そうか、じゃあやめとくか。所長、それ僕。あたちも。我が優秀な職員たちはこう言ってるが、ビビアン、どうしよう。好きにして。ほら死んだ。気を失っただけだ。闇に落ちていく姿。先輩、私全部思い出したです。ごめんなさい。実は。
恋人を。早くこっちへ来い。記憶が消えることはないの。真相に隠されているだけ。機械はデータを消せるけど、あなたは人間だから消せないの。記憶がどうして隠されるか知ってる？辛いことをいつまでも覚えていると心が闇に侵されるから。だから思い出せないことは無理に思い出さない方がいいの。苦しいでしょう。嘘の記憶だ。俺は子供の頃のムーンリバーなど知らない。そう、これはあなたの汚れた血が作り出した世界。人の記憶ほど脆くて影響を受けやすいものはないのよ。早く記憶を元に戻すんだ。何を言っているの？あなたが見た夢はほとんど真実よ。なんだって？最後にパンドラの箱を開けてあげる。まさかデイビッドが。真実よ。嘘だ。一緒に落ちましょう。嘘だ。嘘だ。ミカの話は聞いたわ。ニューヨークでのこと、それからデイビッドに洗脳されていたこと。所長、僕をここに連れてきたのはユニコーンだったんですか？この左腕を。もしや所長が。記憶を取り戻したのか。契約書を一枚ください。契約書？デイビッドを処刑します。デイビッドを処刑します。
デイビッド。やあ、モンド。もう少し普通に登場できないのか。玄関あっちだ。昔、お前とよくチェスをやったよな。チェスは先手が圧倒的に有利。後手は引き分けにできれば喜ぶべきだ。お前のゲームに付き合うほど暇じゃない。所長のヘルニアは治ったのか？機械化して治ったらしい。そうか。それはよかった。仕事は順調か？おかげさまで大忙しだ。俺と世界征服するって選択肢があることも忘れるなよ。所長と相談してしっかり検討した上で答えを出そう。まだわからないのか。お前は所長に利用されていたんだ。何を言っている。ブラックホールに太陽をぶつけても吸い込まれるだけだ。だからより強力なブラックホールを用意した。チェックメイトだ。さてどこだい。ムーンリバーは。ムーンリバーをどうする。殺す。なぜ殺す必要がある。お前に月の支配者になってもらうためだ。断る。月では不満か。太陽が欲しければミカを殺すんだな。地球は俺のものだ。じゃあお前を殺して地球をいただく。ふん、実の兄を殺すのか。本当に気が短いやつだな。誰かと一緒だ。仕方ない、やるか。場所を変えないか。ここには嫌な思い出がたくさんある。いいだろう。アクションゲームのバトルは広い場所がセオリーだ。それにお前ラスボスだろ。遅いな。遅い。遅い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 。モンド、眠くなる。つまらんものを大量に切らせたのは誰だ。気がざわめいている。はい、さっさと決着つけようか。そうだな。そうだ、この宮殿はな、月の。思い出したよ兄さん。なんだ。あんたは昔から一言多い。
くな。急いよ、くしを受け入れよ。お前は分かってない。忘れるな。俺とお前は同じ血でつながっている。何度も言わせるな。お前は一言多い。この男を処刑してください。